はい、では続いて内川さん見ていきます。ちょっとねスパチャリクエストあったんで、こちらやっていきます。今回も名前見てやっていきます。条件は、あ、ちょっと条件見てくるわ。桜ナイツ、まあまあトップ通りかな。桜ナイツ今日4-4だから、まあまあ普通に平均順位ですね。無理くりトップ狙うでもなくいいのかな。はい、動画スタートしてます。はい、じゃあ行きます。はい、はい、とにかくペーチャードラチューン、いいハイパイですね。はい、何社来てく。ドラのチューン引いた。あ、つける。おーい、おーい、気合入りすぎやろ。どんだけ気合入っとんのこれ。感知層に紛れて。何しようこれ。普通にやってくれよ、もう。何カッコつけとん。いや、カッコつけとるかもわからんけど。いや、ドラのチューン先切り。いやいや、別にそういうことやることもあるけどさ。トンパツだしな。いや、M リーガーだろ。俺がな、チューン切ったらな。みんなも、またやってんなって思うかもしれんけど。いや、このイアンシャンでもいらないし、形決まってるから、両冠両面みたいになってるし、もう別にチューンいらねえとか言ってたら、信じる人もいるかもしんないけど、いやいや、普通に発のがいいって。うん。誰の資格もないしな。うん。まあ、全体的に速度速そうとかなんかな。チューンチャンパンに切り出し早いから。なんかな。うん、まあまあ、想像でいいみたいな。まあ、地層の化けもいいとかか。でも想像でどうにもなるかなみたいな感じか。ハクがドラと思ったかな。いや、ないと思う。うん。やっぱ、見た瞬間にドラってやっぱ分かるからな、もうな。初心者の頃は分からんけど。はい。今もう、ドラ切っていく。いいチョイス。そんな結果俺か。はい。インソーキル。積もられ。うん、しゃあない。な。小山に積もられ。はい。うん、これまた上がれそうだが、普通にペイ泣いたら安いのか。まあ、内川さん。まあ、普通に平均順位で見ていきます。無理くりトップ取ろうってより、一応賞金はね、いろいろあるんでね。おもろいな。もうペイでいいんちゃうもん。うん、他に選ぶつうとな、まあ、リャンソーとか、パーピンになるか。まあ、もうな、もう、ペイペイで。もう、余剰杯ないもんね。もうペイペイで何のツモでも受けたらいいんちゃう。2000点で嬉しいっていうわけでもないし。はい、ペイ切る。アリアンソーか。まあ、いや、てかね、あの、チュン切り見ちゃってるから、何あの大胆なチュン切りする人はこうペイでええよ。いや、あそこでチュンして打った人絶対ペイでしょ。ねえ。ここはなんかちょっとこじんまりいくんか。いったらええやん、ペイペイでいいやん。スーピンペイ。うん、だから、まあ、全然、打敗としておかしいというわけじゃないんだけど、はい、ペイ。まあまあ、恨めなくてよかった。壊しちゃう。シャーチャドラー、キューピン。はい、これは悪いな。はい、今なんと来てる。うん。止めます。あっから。うん。まあ、11,700 点になっちゃってるしな。ただまあ、トン2曲。まあ、普通に何切っていいと思いますが。まあ、厄介から。単用もあるしね。まあ、面前固定で厄介から切っていく。iPhone でかい。まだでかいの。さっきの半分にしたんだけど。さっき誰か言ってくれや、もう。さっきどんだけでかかったんやってことは。ちょっと。これまた半分にする？半分の半分にする？半分の半分にした。システム音っていらんか、これ。この方もこれにか。ディスコって何か。今やることじゃねえだろ、これね。今やることじゃねえだろ、これ。半分にはなってないけど、私は気になるんだよ。大丈夫これ。大丈夫ですか？これどうですか？
変わってるってか、ん、変わってない、これ、ん、このバーで変わらない、ちょっと待って、100、0にするね。あ、変わってる。じゃあ20で25で、ね、ちょっとだけ、もっと小さくていいの、15とかでいい、これでいい、はい、じゃあいきます。はい、まあ普通にいきましょう。料金は2件の現物だけど、2件の現物じゃなかったらもう絶対料金だけど、2件の現物、まあそれでも料金でいいか、こんな順目でもういらんね、数万からか、あ、そういうことか、3統一系だから何名固定か、うん、そういう感じか、ん、あー、ペーのが嫌だと見てるのか、これはな、なんでローピン切らんかと思ったけど、下茶トイメの現物のローピンってことね、ペーのが後々切りたくないということで、こっちか、はい、リアンシャンテになった、まあいいじゃん、でもいっぱい、これはしゃあないと思います。はい、トンさん曲なんちゃドラー、そうそう、はい、シャーキル何本せずか、5300点しかないもんね、うん、いいと思います。はい、赤ピンいったらスーピン切る、あ、パワーピンか、ピン寿司つけて、なんなん落としでピンフつけるってことか。ドラドラある。うん。うん。まあ、あるのか。どうなんすかね。むずいっすね、こういうのね。誰かあります？強い意見ある人。いや、これはこうこうこういう理由だからこれがいいでしょう、みたいな。俺全然浮かんでこないわ。俺はもう普通にスーピン来てんな。なんや買いだし。なんがおたかずだったら別にもうこんなん何来たっていいけどさ。うん。5300点でね。シャータン機に弱い内川さん。うん。誰かあります？強い意見。まあ、そもそも、キャンソー。情報は、どこに向かってんだよ。本一まで見てるってことだ。ファンキーだな。通奏ドラだよ。それは分かってるか。パワーピン切る。うん、パワーピンもあるか、普通に。パワーピン切って、まあ、チーピン引き部は、でも、やっぱドラドラあるってとこなんだよな。ドラ1だったらね、こんなんパワーピン残してチーピン引いたってもうしゃあないみたいな、リーチドラ1になったら。また一応ドラドラあるってのが難しいんだよな。これがクローピンだったら確かにパワーピンか。チーピン引いて、何ジャントーだったらもうリーのみしかならんもんね。ローソードラかと思った。いや、間違えていく。ただ俺はなんかドラドラあるからもう別に、まあ何泣いてもいっか、みたいな形だからね。あ、俺スーピン切る。そう、ちょっとむずいね。ドラのリアンカンだもんね。まあターツとしてはここのリアンカンとここのリアン目でもうできてるみたいな感じだけど、まあやっぱここの4連携が普通に強いから、まあ、パーピンか。まあ、全然いいと思います。うん。ちょっと誰かあるかなと思ったけど、まあ、そんななかったか。自分ならこれ切るよ、みたいなぐらいの意見で、いや、絶対これっしょ、みたいな人は誰もないから、まあ、リサっぽいね。うん。誰か一人ぐらいいそうだもんね。いや、なんかは絶対これ切りそうとかさ。そういうのもないってことはね。まあ、リサなのかな。いきまーす。はい、パーピン切った。うん、いいと思います。あ、でも何ポンすんだ。うん、まあまあ、これはするか。数層重なったり赤ウソを引いたら漫画になるもんな。うん、いいポンだと思います。はい、スーピン切る。うん、テンパっていく。まあ、これも上がってください、ね。はい、トーナス地元屋でドラガウピン。気配そんな良くないけど、まあ、ペイ切って普通に行くしかない。うん、いいね。QP、あ、Q層を切る。まあ、本当に超まっすぐ自敗行くか。またこれも9300点しかないからね。この手を面前で決めに行く手と見て、自敗全部切り飛ばすか。
まあとりあえずキューピンぐらい切っとくかな。あ、地合い切っていく。いや、いいんじゃないですか。別に。痛い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 。うんね、やっぱこいつもあるからね、キューピンも生きてくるんだね。痛い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 。はい、いいピン切る。お、いいや。うん、別にいいんじゃないですか。はい、リアンマン切る。うん。3枚しかないの。まあ、ただもうリーチするしかしゃあねえな、あんなもんな。9300点だからね。はい、ローソー切ってリーチする。なんか、そうだね。リーチがいてもです。もう、爆地打たないと、こんな。残り3枚あれば言って、メンピンドレッチ。まあ、やっぱ他下ろしてね。つも抽選受けるみたいなのがいいかな。山の枚数なんて分からんけど、ゼロかもしれんけど。一刻も早くリーチ打って、やっぱつも抽選受けるっていう爆地打っていくって、なんでだま。なんでだまって、やっぱり3枚しかないから、他のいい町すぐなるみたいな感じじゃない。だからまあせめて5枚ぐらいの町になったらリーチするっていうダマちゃん。うん。んで。もう行ったらリーチ。内川さんどう？いや別にいいと思うよ。今日なんか全体的にいいよ。まあこれはなんか今までで一番嫌かな俺は。リーチしてほしいなっていう。まあリーチしてくれた。おい、積もったんか。黙って積もっててなくてよかったね、ほんとね。まあ、若干ぬるい玉な気はします、これは。はい。これで連チャンしたドラチューン。いいピン切る。あ、なんかね。あ、いいね、いいね。これもね、面前だよ、確かにね。両面統一、両面、両面、カンチャ。うん、いいんじゃないですか。もう、守備とか別に。これはチューン残していく。うん、いいです。うん、パーマン切る。アク切る。チューン切る。何したこれ。なんかチューン切っとったよな。トン1だっけ。トン2だっけ。何したこれ。パンパン出ても。やっぱ3統一系から2統一。2統一。3統一系から2統一にほぐすならまあいいんだけどさ、やっぱ2統一から1統一にほぐしたくないよな、女もんな。リアンマンローピン3もあるしな。うん、まあそれはね、単品系とか仕事とかあるけど、2列目入って、まあそれこそもう泣いてでもいいしね。まあちょっとそんな感じはしたけど、まあちょっとスリムに、まあ、スリムっていうか、まあドラムチーム、まあ、急走もね、あ、急チューンもね、この両面とチーからだしね。カミちゃんにチューン泣かれる可能性もそんな高くなさそうなんだ、これ。え、まあ、もうチューン切ってほしいからな。ただまあ、ローピン切った人は嘘切んちゃうの、これ。やっぱこうやって抱えちゃうとね、結局他の人が、チートイでダマでチューン待ちになっちゃうとか、やっぱそういうのになったら最悪だからな。パーピンのチャンスだけど、ローピン前目、まあ、スーピンとかでもいいのか。スーピンかパーピンかローピンか。パーピンか。まあ、パーピン短期ぐらいしか刺さないパーピン。まあ、パーピン短期にするんだったらキューピン短期にするよねっていうね。いいと思います。はい、何入ペイチャドラリアンピン。はい、まあ今は18100点なんで、ね、さっきの7000何百点じゃないんで、普通に行きましょう。これもこれ両面あるからな、自敗切っていきたい。ありゃん、そうか。まあ俺は普通に伸ばしていきたいけど、まあもうね、やっぱ、ダンラス状態から普通に回復したんでね、普通に面前進めていきたいが、まあちょっと本一見るのか、みたいな感じか。いいね。いいね。まあ普通にいいピンでいいんじゃない？1通見てってちょっとおかしいよな。どうなるんだろうこれ。
ドラもないから、ああこれチーマン切りそうな。内川さんはまあ別に悪くはないのか。チーマンひついたってリノミしかならん。まあただまあイーピン来てリアンピン引いたところでね、別にまあリーチドライチ初高めみたいになるし、まあチーマン横ひついてもこの点数状況だったら別に2面リーチだったらいいかなっていう感じなんで、まあまあ俺は多分イーピン切ってんだけど、まあチーマン切んのかな。なんか M リーガーはチーマン切りそうだなこれな。いいんちゃう。そんな今日ないよな。ルミさんもそうだけど。はい、サブロー9ピン。うん、止まった。おう、今もう一気に2着いった。はい。まあ、あくまで平均順位目指すって感じでね。まあ、優勝を見ると、あれか。パイレーツ落としたいとかなるのか。まあ、ただまあ別に、絶対優勝じゃないんで。まあ、ちょっとでも分かんないですね、こういうのはね。方針がね。うん、M リーグだとやっぱりもう優勝ガツガツ狙って意地でもトップ見るみたいなのか。ただそうしちゃうとやっぱり3着とかラス率増えちゃうから、まあ俺はもうあくまでも普通に最短で上がって、で何3とオーラスで手が入れば普通にトップもあるしね。最短でいきたいと思ったらトイメンが仕掛け入った。まあとりあえずイーソー、あとトンからね。はいはい、やっぱでも今日気合入ってんな。いやいいんちゃう。うん、まっすぐだから俺が別になんかちょっとコンパクト打牌のやつを逆だもんな。普段だったら俺がまっすぐ行けっつってあれだけど、ことごとく本当のまっすぐ行くから、いやいいんちゃうの今日。内川さんこれ何は役牌だからどうすんだ。まあ、とりあえずイーソキとか。じゃあおい、なんか今日あのチュン切りからなんかちょっとちゃうな。トンパツかトンニのドラのチュン切りから気合入ってんの。うん、まあまあまあ、俺は別に普通に印象切りますけど、グケータツもあるんで、まあ、何引いたらめっちゃ嬉しいし、まあ、ただまあ遠い面にとにかく先にもう切っちゃいたいと。なしょうね。はい、印象切る。うん、ローパスを切る。ポピンコ。あ、Mリーガー優勝しか見てないんだよ。あ、ほんと？そういう感じね。わかった。じゃあ、そういう感じで見ていくか。優勝しか見なくていいって見るたいんだ。まあ、賞金が5000万、2000万、1000万、ゼロでしょ？まあ、下にまくられたくない2確定みたいな感じからの、それでも別に、まだ見えるからね。え、まあいいや。ね、リーチ入った。はい、スルーしてベタ折りする。はい、はい、ラス前なんちゃドラ急走統一。うん、まあまあまあオーラス親でまくられるかもし、まくれるかもしれないし、ね。はい、9ピン切る。何切る、トン切る。なんか普通にまっすぐ行っていいっすね。6ピン切る。うん、いいっすね。面ピンドラドラいいシャンテ。3万かパーマンは、3万パーマンか。うん、まあまあまあ、まあ、すでにギャンメンリャンメンだし、まあ、一応俺チーマン引きでサブロック9万 見る感じにするわ。3万から横してるしっていうと、まあうん、まあまあ、うん、完全にシャンテ。3万切る。3万かローマなら6球満ないし、ローマの方が安全ってことはない。あ、3万かローマならってこと。ああ、ちょっと待って、んどこ、ここどこ、どこだ、どこの何、どこの何、あ、3万来たとこ。ああ、そりゃそうっすね。
パーマン4枚見えてるから、3万はペンちゃん受けあるから。でも今のこの瞬間で安全度切る必要なくない？一応2冊あるし、3万とかローマ、え、ああそういうことか、確かに本当だ、ローマ来た方が2冊いけんのか、本当だ、スチマンディアンまでいけんだ、あ本当だ、あごめん見落としてた、本当に、ここでローマン切れば、ん？スチマンなくなってるやん、違う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 、いや同じやん、同じやろ、二刺身の形になるの、これで二刺身になるのはスチマンでしょ、2枚、2種類で、ローマン来て二刺身になるのはディアンマンスーマンでしょ、別にまあどっち取るかって話しちゃうの、いや1、2、3見てないけど FPS 高くなった、うん高くなった、今日から新パソコンで、うん、いやちょっと考えて、こんな何キルは3万残してパーマ切るメリットは、ああだからこれメリットあったよ、2刺しになる、うんあったあった、ごめんちょっと俺あんま2刺し見てなかった、もうメンピンドラドラですまん、うんパーマ切りのメリットあった、これこの形だったらスッチーマンリャンマンで2刺しになるから、俺3万切るっつって、3万切ったらスッチーマンでしか2刺しにならないから、2刺しになるあの受けが多い、うんとこれでいいんだよ、でまあ、ここはまあちょっとどうするかはちょっとあの うざく本でも聞いといて、うん3万切るかローマン切るか、3万切ると数万チーマンで2刺し、ローマン切ると2万数万で2刺し、どっちがいいのかちょっと、うん、やらしといて、うん、はいでいいかな、あれ俺シャツどこ行った、何ストーンシャツどこ行った、マラカスっときます、はいじゃあいきますか、うんだからこれパーマでよかったんだ、いや俺なんか1通とか思ったけどさ、まあ3枚来てチーマン引いたとこで、うん、まあ、サブロッキーマン引いてんだしな、うん これでいいよ、手順合ってる合ってる、赤ウピンから差し子の高めてローマン、それダメだ、うん、ダメ、普通にもうすでにリーチドラドラあるし、受け入れ消してまずローマン切る赤ウピン引くってなった場合に結局受け減ってるからな、そこでだからリアンピンとか減らなきゃいけないから、一応その西の受けもさ、そんな急走とか恨めったらなんかよく分かんないし、もちろんあのピンフ3色ドラさんの方が高いけど、やっぱ受けも減っちゃってるから、やっぱうん、ただこれでよかった、パーマ切りからね、でここはちょっと知らん、うざく本にでも聞いといてください、ね、まあ要は、数万は同じだから、リャンマンかチーマンどっち取るかって話だよね、リャンマン引いた二差し変化かチーマン引いた二差し変化どっちが可能性高いのかっていう話だから、まあ、一応リャンマンよりチーマンの方が1枚多いから、これもまあ枚数重視で、うん1枚多い方にいってるよな、普通に素直なよな、うんなった、うん、ここはしない、あおろし3色並びを抜けばね、うんはい、俺まあこれはもう2着でいいわ、はい、パーピン切る、パーピンからでいいよ、まあいいわ、パパ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 パ、うん、はい、まあまあですね、数決まって、えっ、てか内川さん批判されてたって誰かコメントしたけど、何もないよ、むしろなんなら俺のがミスってたし、パーマン切りとこ3万切るとか言って2差しになるしな、え、内川さん何にもない、何があんの、あ、こっから、ちょっと待って、こっから、あ、ここで缶か、
確かに行かれてんの。こんなん無理やん。でしょ、羽つも条件無理やし、もろ乗りしてかつトイトイ変化してつもでしょ。いや条件になってないやろ。いや切るしかないよ。このトイメに羽まんじこってとかね、漫画内定を関して漫画にさせたらあかんし、なんで M リーガーが関するんですか。条件ないやろ。まあ、ああ親か、ごめんごめん、下ちゃうやと思うっすよ。下ちゃうやと思うっすよ。羽つも条件つってリーボー出たから。ああそうか、自分はか。ああだったら別にいいや。まあ小さで降りたことだってこと。あそういうことか。ああちょっと待って、これでも親だとしても別に感しなくてもいいよな。やっぱ関するとトイメの羽つも条件でまくられちゃうが出てくるのか。この点数か、仕事と1万8000。まあリーボー出て、で自分は現状は両面転敗の1500だろ。いやまあちょっとこの方針が分からないけど、やっぱ9万切って危ない牌引いたら3万3万で降りるがいいんちゃう。感謝の降りてない批判されてる。いやでもあんまそれいいと思う、別にそれはそれで。まあ確かに、まあまあ、だってリンシャンでなんか最も切りたくないような牌引いてきたもんな、ドラのチーソー。うん、いいんちゃう。単純なチーソーならローソーリーチになりにくい。だからといってこんなんチーソーで、チーソー切ってさ遠目に打ったらラスでしょ。うん、正直俺これしゃあないと思うぞ。でも本当に優勝しか見てないって言うんだったら切れってなるけど、それも難しいしな。もう3万3万で厳しいけど、3層とか切ってベタ折りして2社格でめっちゃ別に。まあでもそもそもその思考だったら、じゃあなんで関するのっていうのはわかるけどね。ただまあ結局もろ乗りした時は行きますよみたいな思考だとしても、別にそんなな絶対悪いわけじゃないしな。まあ、えんちゃう。ああ確かに M リーガーってなると、老僧の前のペー手出しとかあるから、やっぱり、単純なスッチーソーだったら、じゃあペーより、ペーのとこで老僧切るんじゃないとか思うけど、そんだったらドラタンに刺さることもあるしな。普通にドラタンに刺さるとか、あるから。まあ、あとはドラとのシャボだって普通にあるよ。677で別に。ピンフがついてなかったらシャボに普通に受けるし、トイメンダンラスだから。だからやっぱまあ老僧宣言牌だからチーソー通せるって、それはちょっとな、なんかちょっと M リーガーの勝手読みを見すぎだ。さすがに、通した時に言いそうだけどな、大井さんとかが言うんだろこういうの。これで通せた理由が、いや、ローソー、チーソー、スッチーソー持ちだったらペイのとこでローソー切ってるって知らねえな。もろの率は低い。な、別に悪くないだろう。強者は普通に切らん。うん、別に切らんでもいいと思う。やっぱチーソー引いちゃってるからな。結果論で否定ってあまりにもなんすけど、もろの率は低そう。これで連番転売何も使わないで全通するから、関してもろでも切っちゃう。だから、関してもろ乗りしたときは全通する。それはまあトップ率が大幅に上がるからいい。でも一番最悪なパターンじゃん。まあ言ってみたら。まあ一番最悪で、まあもろ乗りはしない可能性高いんだけど、数ピンとかも切れてんのか。いや、ただまあ一応もろ乗り数修正は受けた。でももろ乗りはしなかった。まあ統一とめるのか。3万ウーピン、9万チューン、どれかに乗ったら全通体制。それはわかる。だけども何にも乗らなかった。かつなんか一番切りたくない牌引いてきた、2つが重なっちゃったから、まあ折り別にまあこんないんちゃう。いいと思う。関する必要がない。関する必要は俺も最初はないって言ったけど、ちょっと勘違いで。
確かにカーンはしなくてもいいかもしれない。でも本当にトップだけ見て9ピン加冠して何引いてきても全つるんでったらなんかいいんだけど、まあでもそれもちょっと一貫性ってわけじゃないんだけど、別にチーソーいたから降りてもいいと思うけど、なんかチー、うん、でもチーソーだからむずいな。なんかようわからん牌で、なんかちょっとワンチャンスの牌とかで降りるってなってくると、そんだったら感染でいいわってなるけど、まあ、一応チーソーいちゃってかわかんないねこれね。例えばこれリャンウーマンとか、普通のマンズのめっちゃ切りたくないリャンウーマンとかだったら押してる可能性あるし、その程度だったら。そう、優勝狙うならなんだけど、でも優勝だけ狙う、でも優勝だけ狙うだったらまあ全部押すとかなるけど、でも優勝だけ全部狙うわけじゃないし、うん、パイレーツのトップは優勝確率相当低い。どういうこと？低い、現状1位じゃないの？どういうこと？ローチーソーからドラタンキーしたほうが怖い。うん、1戦目前のまだそれほどパイレーツ離れてない状況なら降りてよさそう。うん、210なんで、そうっすね。まあだからまあまあまあ別にまあそんなもんじゃん。うん、ああカンドラ増やして降りたね。桜ナイツの優勝確率は下がる。うん、シンドラが乗る確率低いし、この手で決まらんし、トップタルでも十分必要になるが、完成で次を見る。うん、うん、パイレスが トップ取ってしまうとか、うん、あパイレスにトップ取られたね。でもトップ取られたから本当にトップ、いやまあこれはこんだけ終わりにしよう。もうちょっと十分喋ったから、うん、本当にトップだけを見るかって言われたら、やっぱりトップから順番にトップだけがめちゃくちゃズバ抜けてさ、トップ5000万でさ、あとなんか300万とかだったら、それはもうトップだけ見ろってなるけど、優勝だけでもやっぱ一応1位が優勝5000万で、2位も2000万、3位1000万ってあるから、うん、まあちょっとそんな感じで、まあ折り切れるのかってもあるからね。まあむずいけどね。もうちょっと遅いといいのか。結構ありなんか。ここら辺だと、もう関して、ダメなら3万3万で。まあでも3万、うん、さあね。だから残り2巡とかだったらいいのか。鉄管、まあ鉄管とまで言わんけど、めっちゃ管になるのかな。そうするともうなんか変なの引いちゃったら3万3万で2着角。万が一、モロノリとか、リンシャンで積もるとか。まあリンシャン積も、まあ、まあ、リアンソー3層に1枚乗るとかさ、1枚乗ってリンシャンツモでもめっちゃでかいやん。うん、残忍オールぐらいあるのかな、ちょっと分からんけど、うん、数えてないから。だから1枚乗ってリンシャンで積もるとか、やっぱそういう抽選を受けて残り2巡とかならで、変な牌引いたら3万3万で2着みたいなのも良さそう。すごいだけど、まあこんだけまだ10面あるから、ここで9万関してチーソー引いて、これ3万3万切ってもその後がもう何にもないってなっちゃうから、だから確かにめちゃくちゃ不安定に見えるけど、でもやっぱり最悪の、さっきも言ったけど、何も乗らずかつドラを引いてしまったってのがあるから、まあそんなこれを攻めるってことはできんな。うん、できんと思う。チーム方針を明確にしてほしいね。うん、まあそうですね、確かに。うん、うん、エンタメとして紙視点で一層出てるから、はいはい、降りるなら関してよくないか。うん、まあそれは俺も思ったけど、まあ、うん、まあこの間の第三元降りたとは全く違う。うん、そうだね、この間の第三元降りたとは、うん、あれはね、まあ明確にあれだったね。うん、まあだからちょっとやっぱそういう流れもあるよね、成績とかね。明確にあの第3ゲーム降りたミスした、その後、あごめん、その後の調子分かんないけど、その後もなんか負けてる、でこれも止めてる。だから例えばこれがそれこそ堀さんがやってるとか中林さんがやってるだったら、あ降りて2着かありだなみたいな、うん、そういう風に言ってる人は多そうだよね、結果でね。それこそこのチーソーが当たってたらさ、うん、シビアでいいだハイだみたいななりそうやん、うん、結局チーソーが当たってないから言ってるだけだな、これ批判してる人は。入り目か、うん、難しい選択だけどね。うん、まあそんな感じでいく。形と枚数がしんどらほとんどならない。
シングルほとんどならないか。リャンマン、リャンマン、リャンマン。3万に寝るの1枚しかない。まあ、イーソーリャンソーはあるけど、いっぱい。1枚のやつ。スーピンは3枚切れだっけ。うん、スーピンも1枚しかない。パーマン、1枚しかない。ハツは2枚あったっけ。うん。1,2,3,4,5 5枚か。うん、まあまあ。はい。うん、まあいいや。ちょっともう十分喋ってた。で、どうなったの。で、降りて、2着か。うん、アンパイ引いてよかったな。結果ね。やば、そういうことか。結果も結果で超最悪になるからか。脳天で3着落ちも仕方ない。まあちょっとこれは分からん、もう。うん。神茶がそもそも全通してくるかも分からんからな。神茶も振ったらラス落ちちゃうから。うん。あとは、なんかあったっけ、リーチ後の挙動は。ハツハツとか落としてんだっけ。一応リーチ来て全通ではないもんな、初初起きて。まあまあ、ここでは分かんないか。この間の時点では初1枚目だからまだ分かんないか。まあ統一落としっぽい、いやっぽくもないか、分からんない。うん、まあまあまあ、結果最悪になったと分かった。はい、まあいいか、これはこんな感じでいって。降りたのに数層出て振ってるから見栄えがあるかった。うん、結局宝珠でパイレーツにとって最高になるみたいだな。順目的に降りるって絶対なくないか。アンパイも足りないし。まあ、はい、じゃあそんな感じで、終わってきますか。はい、まあこういうのは難しいな、本当に。 AI とかに計算させないと分かんないわ。むずいな。やっぱピンズとかもめちゃくちゃ切れてるしな。無筋がまあ自分の手焼きする。うん、まあそんな感じでいいか。まあ次の人見ますか。はい、じゃあ今日はそんな感じでした。はい、じゃあまあね、あとね、今週で終わりだから、あ、今日はなるべく見ていきましょう。あと2人は見る、ちょっと4人は見るって言ったからね。はい、じゃあ、お疲れ様でした。これありなんや。どうでしょう。難しい。いや、めちゃくちゃなしとは言わんと思うけどな。ここで上がってもやっぱりあと2回ぐらい上がれるからね。だからまあ一応ここでモノノレ抽選とかリーチャンツも抽選受けて、まあ本当に引きながら、いろんなこと悪いことが一応重なってはいるじゃん。乗らずかつドラ引いたっていうのが、なんか別になんかやっぱチーソーで打ったらな、カンもしちゃってるからな。 M リーグだったらトイメンがリーチドラ1とかもないしさ、せいぜい3半ぐらいあるやん絶対。 M リーグでトイメンがリーチドラ1ってなんやろ。まあまあ、なくはないな、なくはないとかないんちゃう、うん、とか含めるとやっぱむずいな。